ジャズベースとは1960年にフェンダー社から発売されたエレクトリックベースの登録証表明とその故障でレオ・フェンダーが設計開発した中ではプレシジョンベースに続きに機種目になる。プレシジョンベースと共にフェンダー社を代表する機種の一つである。日本での一般的な略称はジャズベ、英語圏では J ベースなど。当初の開発目的は 1951年に発売されロングセラーとなっていたプレシジョンベースのサウンドをさらに拡張し様々なジャンルに適応させることだった。ピックアップがフロント側とリア側とで2個搭載されるようになったため、2つのピックアップのバランスを調整した幅広いサウンドメイキングやブライトなトーンと腰のある中低域全体的なバイオンの多さが特徴となっている。 1965年の米 CBS 社によるフェンダー社買収後はボディ各部において製品の仕様に様々な変更点があった。指板は曲面が減り角どばった平らな形になる。1965年後半からネックにバインディングが追加される。それまでのポジションマークは樹脂や貝を用いたドット型が基本だったが、1966年後半から ブロックポジションに変更された。ネックに関して1975年以降はデタッチャブルジョイント部はネックのティルト角の調整機構を有する3点止めに変更されたが1983年にはすべてが元の仕様に戻された。パッシブ回路以外にもアクティブ回路搭載モデルも発売されるようになった。二千三年に発売されたアメリカンメイドジャズベイスでは S-1 スイッチと呼ばれるボリュームにプッシュボタン方式のパーツが採用され、ピックアップの接続方式を直列と並列に切り替えることが可能となり、サウンドバリエーションはさらに豊かになった。そして、バダス2ブリッジ搭載モデルも2003年に発売された。2006年にはグリーンスバケットと呼ばれるパッシブトーン回路も新たに搭載された。 ジャズベースオリンピックホワイトジャズベースのヘッドジャズベーススタンダード2009ジャズベースアメリカンデラックス22フレットでボディ形状が若干異なる派生モデルプレシジョンベース同様にソリッドボディ型であり基本的にはアルダー材で構成されていて時々アッシュ材でも製造された形状は原型でもあるジャズマスターの影響を受けオフセットボディになっている 曲面やカッタウェイが多くなり演奏者の体にフィットする形状に進化したものとなった。1970年代中期より1983年までは3点止めになるが、基本的には4点止めでタッチャブル方式のメイプルワンピースネック形式で、指板にはローズウッド材のものと1966年以降にはメイプル材のものが存在する。ネック内部には トラスロットが内蔵されていて、プレシジョンベースに比べるオフレット側でのネック幅が狭まり、全体的にも曲面を持った形状が採用された。そして1970年代後半までは、ナット付近においてネック幅をかなり絞り込んだ通常モデルも存在していた。細身のシングルコイルピックアップ2個が搭載されていて、ピックアップには1本の弦に対して2本ずつの、 ポールピースが対応する合計8本のポールピースが搭載され、フロント側とリア側の2個のピックアップ同士でハムキャンセラー機能を持ったピックアップとして機能する。基本的にはフロント側ピックアップにはピックアップフェンスが、リア側にはピックアップとブリッジを一緒にカバーした大型の金属製ブリッジカバーが装着されているが、現行モデルではそれらが省略されているモデルもある。 なお、リア側のブリッジカバーには、裏側に弦に対するミュート材を装着する目的と、ピックアップからの時速密度を高める設計意図もあった。1960年から1962年モデルなどでは、ブリッジ近辺のボディ側に板バネが取り付けられており、この板バネの先にスポンジを装着して、各弦へ個別対応型のミュート機構が備わっていたため、これを隠すトがあった。 1960年発売当時の初期型オリジナルデザインのジャズベースはボリュームとトーンコントロールのノブが2個搭載されていて2階建て構造の可変抵抗で構築された2連式のボリュームとトーンコントローラーがそれぞれ2本のピックアップをのののボリュームとトーンを調整する方式だった1963年頃以降には2連式のコントローラーではなく 2本のピックアップをののに対応するボリューム調整用ノブとマスタートーンとして出力全体に対してのトーン調整をする小さめのノブ合計で3個のコントローラー形式に変更された。本来の仕様が2個の二連式コントローラー搭載時期のモデルでも後にユーザー側で3個のコントロール形式とパーツに回路変更している場合もあるため メンテナンス履歴を確認しなければ、本来の仕様は確認できない。フェンダー USA、フェンダージャパン等を含むフェンダーブランドからは、以下のアーティストのシグネチャーモデルが発売された。ありがとうございます。